ルイ殿。ルイ殿。ルイ殿。大丈夫ですか？あと何人だ。え、何人って9はないですよ。はい、はい、こんにちは。ちょっと早いです。大丈夫ですか？おい、よし。はい。この人だいぶ弱りました。カフル。
かちゃんに会いたいな。もう3年だで。女なんてどこにだっているじゃねえか。達者なやつだな。看護系片足突っ込んでやるくせに。どきんどの。こんなところで変な病気をしおったら、えらいこっちゃで。だがな、その病気のおかげでないし乾燥って手もあるんだからな。おめえ。永田城東兵。あ。お前、バイトやってんのか。ん？やってんだな。中田って兵隊な。ああ。あの患者の血液検査してもらいたいんだ。あ。どうも傷口の付きが遅すぎると思ったらスピロヘーター持ってるらしいんだ。こんなところでは忘れるのは無理ですから村田反応でいいですか。うん。あ。あ、それからしばらくしたら俺のも頼む。あ？グイドの血液検査？この指の傷はあの男の血液の中に1時間も使っていたんだ。血液検査の結果はまだ本部から届かないか。は。俺の血液持たしてやってからもう2週間以上になる。今朝本部から届いた書類はあれは何だ。は。なぜ隠す。お前が隠してることで検査の結果は明瞭だ。つまり俺も立派な妖精なんだろ。軍医殿。分かってる。はっ。こんなところでサルバルさん無理だろうな。少しならあると思いますが。素炎剤は。よし行け。
いや。先生は？いますよ。ひどく困ってる病人があってね。待たせるよ。貧乏人はさっさと死んじまった方が楽なのに。自殺の邪魔したのまだ怒ってんのか。先生が言うように看護婦になって出直す気にはならんのかね。子供をどうするんですよ。こんなお腹抱えて。悪いことは言わんよ。産んでみなくちゃ子供の良さは分からんよ。男なんて勝手なこと言わねえ。自分が産んだみたいにそう。ここの先生だってそうですよ。私を助けてくれるつもりなら、このお腹の子供の始末してくれるのが一番いいんだ。手術室ですよ。なんか抱えそうなのかしら。そうですよ、アッペだから。そう、アッペってなんだね。盲腸ですよ、アッペ。アッペね。それでもだいぶ看護婦らしいこと言うようになったじゃないか。それはそうと、今のお嬢さん、この若先生の奥さんになる人か。いい名付けだったんですって。だった？今井さんが言ったんですよ。6年間も待たしていて、今じゃ先生の方じゃ結婚する気持ちはないらしいんだって。男なんてみんなそんなもんだ。バカなこと言っちゃいかん。ここの先生は立派な人だ。変人ですよ。今井さんがこぼしてましたっけ。昔はここも綺麗な病院だったのにねって。平気だよ。心配いりませんよ。24時間何も食べさせないでください。水もいけませんよ。うちへ連れて帰っちゃいけねえでしょうか。あれは無茶だな。一週間は。かかってくれやがった。こんなことなんだ、これがき。あちらとても、一日300円も400円もある。お父ちゃん、僕、うちで直すよ。その代わり、グローブ買ってくれる？先生、うちで直るんだ？坊や何番打ってんだ？3番だ。よし、よく眠ってホームランの夢でも見るんだな。病気が悪くなったら野球どころじゃないぞ。まあ、入院料のことなら心配いらないですよ。どうせ部屋空いてんの。おい、ご機嫌だね。今日もご出勤でしたか。ちっとも知らなかった。おお、綺麗だな。あなたのおかげでこの物置も多少人間の住む部屋らしくなった。何を見てました。
若かったね、みんな。おじさまの道、こんなに真っ黒だったんですよね。この教授、まるでわんぱくだ。戦争って、こんなにも人を変えてしまうのかしら。佐野さん、教授のことだ。どういうもんか、わしにも近頃のあいつの心の中は覗ききれない。まったくすまんと思ってます。6年間もお待たせして、どういうわけなのか。当分結婚する意思はないなどと言い出しよって。あなたにもあなたのご両親に対しても何と。おじさま、そのご心配でしたら、どうぞ。私そんなこと。どういうんでしょう、自分でも不思議ですのよ。教授さんとのこと、遠い昔のおとぎ話みたいな気がして。おとぎ話、私もう子供じゃありません。平気ですの。教師、送ってきなさい。ああ、しかし午後室の患者の治療がまだ残ってますが。それはわしがやる。送ってきなさい。うちの父もすっかり弱くなりましてね。父は私たちの結婚もうだいぶ前から諦めたらしいんです。適当な候補者を探すかね。で、候補者はあるんですか。あると思いになる。でも、もしあったら。私の気持ち次第だとおっしゃるのね。じゃあ、もし私がどうしてもあなたと結婚できるまで待って言いましたら。それに対する僕の考え方は復員して間もなくあなたに。でもあなたは私と結婚できない理由をまだおっしゃってくださいませんわ。私も伺うの怖いよ。でもどんなひどいことでも覚悟しています。ねえ、おっしゃって。ねえ、例えばここに一人の男がいるとしますね。これは他の話ですよ。男でも女でもいいんです。その人間は、その人間の肉体は純潔であるにもかかわらず純潔でない、汚れている、そういう場合もあるということをあなたは想像したことがあります。また一箱なくなってんのよ。あんた知らない？サルバルさん、うん、梅毒用の注射薬。なんだって？そんな薬と私と何の関係があるのさ。人をバカにすると承知ないわよ。私だってね、そこまで落ちぶれちゃいないんだ。パンパンになるくらいだったら
誰がこんな苦労するもんか。あなたはさっき純潔なのに汚れているからだっておっしゃいましたけど、あなたにはそんな遺伝体質のないこと私よく知っていますの。なぜ私を愛していないってはっきりおっしゃってくださらないんでしょう。私もう明日から落合を伺いませんわ。おじさまによろしく。君か、もう休みたまえ。先生も大変ね。疲れるんでしょ。私もホールにいた時よく打ってもらったわ。BC でしょ。どうだ坊主、ホームランの夢見たか。ううん、綺麗な水がねたくさん流れてる夢ばかり見たよ。水飲んでいい？もう24時間経ったよ。うん、ほんの少しだけだよ。お茶がいいでしょ。はい。それ見ろ、もう24時間経ったからって言ってんのに、うん、ダメだよ母ちゃんは、非科学的なんだもん。先生、ギブスの中にノミが一匹いるんですよ。誰でもそういうね。かゆくて。このくらいいいでしょうか。あ、いいでしょう。ほら、大負けよ。お願いします。チェ、これパッチ。先生、何か食べられるの、いつ。うん、ガスが出たらね。坊や、もう一丁の手術はね、ガスが出りゃもういいんだよ。ガス様様さ。ガスって何。おならさ。チェッ、なんだ。私、また来てしまいましたわ。足が一人でに、このお家の方に向いてしまうんです。教授さん、あなた不幸なのね。なぜ、なぜだか教えて。ねえ、どうしてそんな苦しそうな顔してらっしゃる。僕は別に、ただ年を取っただけですよ。嘘。あなた、時々どこか変わった世界から来た人のよ。イエロー。
あら、お邪魔だったかしら。試験受ける準備してるかね。はあ、何の試験ですか。看護婦の試験さ。いつまでも見習い看護婦しててもつまらんからね。ああ、あのことですか。え、やってはいます。でも私みたいなダンサー崩れにこんな神聖な職員は務まりますかしら。今井さんみたいなしっかりした人でももう辞めるって言ってますからね。私も今井さんに頼んでみたんですけど。まあ押し付けない方がいいな。看護婦の収入じゃなかなか大変だからね。お嬢様方が頭の中でお考えになるようには世の中って参りませんからね。ええ、そうかもしれませんわ。ですから私のことを悪くおっしゃるのは構いませんけど。ほら、私お嬢様のこと悪口申しましたかしら。いいえ、悪口ではありませんけど、つまりご批判なすっても構いませんわ。ですけど教授さんにはあなた感謝なさらなければいけないと思います。もちろんですとも。妊娠して食えなくなって男に捨てられて自殺しようとしたとこを助けられたんですからね。おまけにこのうちに寝泊まりまでさせてもらって。でもね、あの頃の私にお金さえあったらここにいるこんな子供なんか下ろしちまって今自分は面白おかしく暮らしてましたわね。君、そんなに産みたくない子供ならなぜ最初から中止しなかったんだ。ダンサーをホテルへ連れ込むような男ですよ。子供ができると逃げちゃう男よ。そんな気にしますか。女の権利としてそれだけのこと相手に要求したらどうだ。めんどくさ。君たちはけだものか。お嬢さん、お逃げになるの。宮口君。とにかく君の腹の中にいる子供にはもうすでに目もあり鼻もあるんだよ。人道主義ね、先生のお得意の。でもね、その神様みたいな人は何だってサルバルさんの注射なんかしてるんです。世の中って面白いもんね。裏には裏があって。誰もいないと思ってね、診察室の明かりを消したら、いきなり追いだって。先生たちまだ起きてんだよ。なんか重大会議らしいわよ。ああ、いよいよ経難深刻かな。だって人がいいね。あの親子、陰でどんなことやってるか分かるもんかい。
ちょんと、サルバルさん紛失の犯人誰だか知ってる？どんな人がいいってのよ。どこ行くの？立ち道に。刺激ってねえ、時々本当のこと教えてもらえるから大好きさ。私俳優自転車を徹底的にやっつけてやるんだ。そんなことけだものみたいに言うなって。自分こそ聞くんじゃなかったな。峰岸の話は嘘だと言ってもらいたかったよ。お前が猿丸さんを売ってるなんて信じたくはなかった。信じられんな。わしが信じられ。で、症状は？ワッセルマン反応は3プラスです。教授、お前は恥ずかしくないのか。許せ、許せんぞ。わしは三沢さんのために許せ。父さん、僕は言い訳は聞きたくないな。僕の体内にいるスピロヘーターは手術中にメスのついた傷口から入ったんです。その患者が猛烈な病毒の持ち主だと分かった時、僕は一番悪い場合を想像しました。ところがその通りになったんです。想像してしまった。父さん、そんな。いや、親子だって謝るべきことはちゃんと謝るんではない。どうか勘弁してくれ。しかしな、教授、それならなぜもっと早く打ち明けてくれなかったんだ。クリンゴのお前はどうにもわしには分からなくてな。気持ちも分かる。しかしお父さんにも経験があるが、不幸は人間を固くなりするもんでな。三沢さんの問題にしてもそうだ。変に潔癖になりすぎるのはどうかな。ああ、しかし根治するには3年かかるか5年かかるか分からないんですよ。薬の不自由な前線を転々としてる間に中途半端な治療ですっかりこじらしてしまったんです。三沢さんはいくつになるかな。
27です。しかし教師、それにしてもありのままを三沢さんに話すべきじゃないかな。お前のことを諦めてもらうために。僕には言えません。ずいぶん考えたんです。しかし言えません。どうしてだい。僕がもし正直に全部話したとします。5年でも10年でも治るまで待つというふうに決まってます。そう言わせるようなもんだ。しかも三沢さんだったらきっとその通りにしますよ。そういう人だ、あの人は。だったら教授、僕はそんなところであの人の精神を追い込む勇気はありません。おじさまがお見えになりましたわ。私たちの婚約を正式にお断りに。でもいくら伺ってもあなたがお断りになる理由も私には飲み込めないんです。私の心の半分はもう諦めています。でも後の半分が理由を聞きたい、訳を知りたいって叫んで承知しませんの。すまないと思ってます。僕はあなたに甘えすぎていたやら。こうした女手のない僕の家、毎日のように来ていろんな面倒を見てくださるあなたに何度もお断りしました。それでいてなおかつ甘えていただし、もうおいでにならんでください。勝手は言うようだが、明後日もずっと参ります。今日のお惣菜何にしますか。
アッペの坊やが退院のご挨拶をしたいって。はい。お嬢さん、私看護婦の試験を受けるつもりよ。そう、教授さんは喜ぶわ、きっと。子供もちゃんと産むつもりですわ。大変な心境の変化ね。お嬢さん、変なお願いなんですけどね、先生ってとっても立派な方だと思うって。私もそう言ったって先生に言ってもらえないでしょうか。私いろいろ思い違いしてたんです。直接謝るのが一番いいんですけどね、今さらね。でもお嬢さんだけでもこのこと言っちまってとってもいい気持ちだわ。勉強かね。いつまでも見習い看護婦じゃうだつが上がりませんからね。君も変わったもんだな。ところで坊主のご機嫌どうかね。看護婦部屋で寝てますよ。どうだ、可愛いもんだろ。子供なんて邪魔っ気なだけですよ。その独立だけは相変わらずだな。セリオですか。いや違うんだ、先生に署まで来てもらいたいんだ。怪我人があってね。バカな話があるもんですね。自動車の一斉検査をやってた同僚がいきなり乗客に殴られましてね。ほうほう。しかも相手は立派な紳士なんですよ。まるで狂犬じゃないか。そうそうそうなんだ。持っていたステッキでいきなりすると診察しなきゃならんのはそいつの頭かな。やろう、どうした。ああ、今調べ中だ。うん、じゃあ非番の時寄ってください。あ、ありがとうございます。はい、どうもご苦労さまでした。住所は港区愛宕町1-11。生命は永田進。ああ、どうもご苦労様でした。どんな様子です。いや大したことありませんよ。全治1週間ってとこですな。あ、ちょっと失礼。あ、どうぞ。
今確か中田よう、やっぱり君か。私、あの世からすっかりお世話になりましたな。その後、ええ、傷口も内地に帰ってから完全に癒着しましたね。例の方は専門の医者に診てもらったんでしょうね。いや、だいぶ通いましたよ。でももうすっかりいいんです。医者がそう言ったんですか。医者が言う通りに言ってたらキリがありませんからね。しかしスピロヘーターってやつはペッテな治療が一番危険なんですよ。でももう手もないんだろ。坊や寝たのかい。大先生が抱いてきやる。お気の毒ね。本当は自分のお孫さんが抱けるはずなのに。注射しましょうか。うん、頼もうか。この前の血液検査の結果はどうだったんですか。2プラスだ。で、この注射どのくらい続けるんです。1クール3ヶ月続けて1ヶ月休んでまた次のクール、それと繰り返すんだね、菌がなくなるまで。それで根治ってことになるにはどのくらいかかるんですか。それがね、ひどくこじらせたんでどのくらいかかるか。憎らしいわね。先生にこんな病気うつしたやつ、その男生きてるんですか。私聞いちゃったんですよ。親父にかい。いいね。坊やがまだお腹にいた頃です。夜遅くここで話してたでしょ、大先生と。その頃から比べるとここも寂しくなりましたね。今井さんは行っちゃうし、お嬢さんもぱったり。結婚の相手が見つかったらしいんだよね。先生、先生は恨めないんですか。先生に病気をうつした男の子ですよ。私なら呪い殺してやる。君の患者じゃないんだね。しかし僕は医者として君に忠告するのが義務じゃないかと思ってね。だからさ、僕はもうすっかり良くなったって言ってるじゃないか。君はそう思ってるだけだろう。それが危険なんだよ。脊髄液もちゃんとマイナスになったのかい。僕は不愉快なことは突き詰めて考えない信じるね。しかしね、君一個の快楽の他に他人の幸福や平和もあるんだからね。それはどういう意味ですか、部員殿。4年前だ。君が内地総監になる日、僕が話したことがあるだろう。
スピロヘータってやつは誰からでも感染するって話か。だがね、僕の女房は何ともないぜ。奥さん触れ見ろ、子供だって順調に育ってんだ。もっともお腹の中でだがね。まああと半年もしたらイカメも荒赤ん坊抱いて君んとこ挨拶に行くよ。どうだ、驚いたろ。驚いたよ、君の向こう見ずにね。僕はこんなことは言いたくない。しかし君に真剣に考えてもらいたいから言うんだが、君と同じスピロヘーターが僕の中にもいるんだよ。あの野戦病院で君の腸の縫合手術をやってる時にこの指の傷から入ったんだ。すまん、こんな嘘がつけると思うかい。中田君、その僕がまだ治っていないんだ。そして現在まだ治療を続けているんだよ。一人でも来たまえ。奥さんを連れてくるんだ。そう、誰が。僕の親父は婦人科医だ。君の赤ん坊が無事に生まれてくるためにできるだけのことはするはずだ。ですのね。入院してらっしゃる方の赤ちゃんですの。いいえ、私んです。そう、いつ生まれになったんですの。今日でちょうど50日目です。生まれた日から毎日数えてらっしゃるのね。でもすぐ答えになったから。なんとなくね、カレンダーに印をつけておくと自然に今日は何日って勘定するようになるんですわ。奥さんもお生まれになるんですよ。おい、君は僕に赤っ恥をかかせるためにここに呼んだのかい。バカ言っちゃいかん。だから僕は直接奥さんに知らせるようなことはしなかったじゃないか。お気に障ったら許してください。しかし医者としては正直にありのまま申し上げるよりほかありません。母体がああいう状態ですと、いろいろと不幸な場合を想像しないわけにはいかんのです。何？それは一体どういう意味なんだ。俺の子は白痴か片方だって言うのか。そういう場合もあるかもしれません。もちろん早期の治療なら問題ありません。しかし手遅れになると
相談や死産の危険もあるんですよ。婦人会はここばかりじゃないんだ。どうぞ。僕が話しますから、どうか。中田君、静かに話をしようじゃないか。不幸を最小限に食い止めることを考えなくちゃね。君はね、人事だと思って嫌に落ち着いてるが、僕にとって初めての子供なんだぜ。だから僕はこんな不幸が起こらないように君に注意したはずだ。内地へ帰ったら徹底的に治療しろ。金をばらまくようなことだけはするな。そいつは人を崖から突き落とすようなもんだって。これは誰の罪でもない、君の罪だよ。の仲間に入れていただいてもよろしいでしょうか。聞いてたのか俺たちの話。ええ、君にだけ僕の考えを述べてですね、お二人の間で円満に解決してもらうつもりでした。明子、できたことはしょうがないじゃないか。あ、これから俺も気をつけるんだな。男ってもなね、こういう言い方をするもんなんだよ。実際は心の中でいろいろ考えてるんだがね。なあ、藤崎君。私もあなたに土下座して謝っていただこうと思ってますよね。そんなことしていただいてももうどうにもなるもんじゃないんです。奥さん、円満な解決ができませんか。独り者の僕には夫婦生活の機微が分かりませんが、しかしお二人で静かに話し合ったらずっと違った気持ちが生まれてくるんじゃありませんか。そうかもしれません。さあ、とにかく一緒に帰ろう。もうしばらくお見えになりませんでしたわね。式の日取りが決まりましたんで。ご結婚ですか。
がすっかり弱くなってしまって。女ってダメね。でもお嬢さんは気の強い方でしょ。自分でも自信持ってたのよ。でもね、教授さんいますか。うん。しばらく。せっかく見ましたよ。式の日取りが決まりましたんで、いろいろ忙しくて。お炊事は晩の。いや、ご心配なく。峰岸君が全部やってくれてますから。しかしあの人は炊事の方あまり得手じゃないのでね。気にしてたんです。夕方になると忙しい中でなんだかそわそわして、このお家の台所を思い出して。お茶入れましょうか。ええ、私今日はお客様になりますわ。一番初めにこのお家に伺った時みたい。ちょっと失礼。しますよ。そう、どうぞ。お客さんですよ。他の方を愛していて、それが原因で今日のような和解の日が来たのでした。案外諦めよかったでしょうね。三沢さんの性格だとそうかもしれないね。はい。こんな割り切れない気持ちでもお別れの時が来る。結婚式はいつ？明日。明日。ずいぶん急だったんだね。急に決まったんです。きっと幸せになるよ。ありがとう。ずいぶんお世話になりましたね。明日は何時？式は2時。5時に旅行に立つの。記者混むだろうね。らしいわね。教授さん、笑う？何をです？私、教授さんの気持ちが急に変わって、今私が引っさらってどっかへ連れてってしまうの。このお仕事もみんなうっちゃらかして。
時間がないから、お惣菜も作ってあげられないわ。ここに置いておきます。何で言っても足りないけど、私はあるいは幸せになるかもしれないわ。だけどあなたのことが見当つかない。お帰りなさい。峰岸君の赤ん坊と遊んでるよ。お別れに行かない方がいいかしら。その方がいいな。親父は寂しがり屋だからね。じゃあよろしくね。さよなら。送らないよ。その方がいいわ。私も駐車しましょうか。うん。これでお嬢さんともお別れなのね。いい人だった。今井さんが言ってましたわ。なぜ他の男のようになさらないんだろう。たとえあの方と結婚なさらないにしても一生我慢できるはずがないじゃないか。今井は現実派だからね。ね、先生、男の人の肉体的な要求ってそんなに簡単に抑制できるものなんですか。なぜそんなこと聞くんだい。先生はあんまり落ち着いていらっしゃるから。患者にだって2種類あるだろ。苦しいって弱めくのもあれば、油汗を流しながら黙ってるものもある。じゃあ先生はその油汗を流す方なんですね。負けず嫌いだからね。それに僕は医者だからね。でも医者だって人間でしょ。うん。あの人が他の男のものになるって決まった今日、おそらく何もかも諦めることができると思ってたが、ダメだ。僕は今
自分の欲望と必死になって戦っているんだよ。考えてみりゃ僕の欲望なんてやつさ、かわいそうだやつさ。戦争が始まる前は若い潔癖な感情でただ勇気を抑えつけてきた。戦争中は帰りさえすれば平和な結婚が待ってる。三沢さんが待っててくれるって言い聞かせながら押さえつけてきた。ところがある日、僕の体はハレンチな男の汚れた血液のために何の凶楽もなく怪我されてしまった。こんなことならこんなことになるぐらいだったって僕だって時々考えるよ。良心的に考えてたらいつになったら僕の欲望を満足させられるか分かりゃしない。第一、僕はなぜこんな苦しまなきゃならないんだ。僕は梅毒さ。しかしそれは僕の罪でもなければ僕の欲望の知ったことじゃないんだ。僕の欲望は何も知らないんだ。いまだに新鮮なんだ。そいつが時々わめくんだよ。ところがその欲望を徹底的に叩きのめしてしまおうとする道徳的な良心のやつがのさまってるんだ。つまらない良心のやつがのさまり返ってる。そいつを跳ね飛ばしてこの欲望の中に溺れちゃなっていけないんだね。その方が人間として正直なんじゃないか。これやつ我慢してる僕はただ滑稽なんだけど、ただセンチメンタルになってるだけさ。三沢さんだって結局当たり前の女だ。当たり前の女の肉体を持ってるんだ。その肉体を6年間も思い続けてきた僕がなんでそれが他の男のものになるのを黙って見ていなきゃならないんだ。まだ遅くはない。今なら三沢さんを取り返すことができる。そうだろ、そうだろ、そうだろ、そうしまったよな。僕は医者なんだ。医者の良心を持って人間の良心を持って生きていかなくちゃならないんだ。どんなに苦しくても でもね先生、誰かが先生のそういうふうな要求の吐けば、そういう立場に身を置いたとしたら
先生どうなさいます？病気のことなんか平気な女が。それはどういう意味なんだ？私もう一生夫は持たないつもりなんです。自分がその立場に身を置いてもいいと思ってるんです。犠牲的な気持ちからそんなこと言うのかね。つまらんこと言っちゃいけない。私先生を愛してるのかもしれないわ。病院って妙なところですね。この事務的に何でも言えるのは不思議で仕方がないんですよ。昨日オペラーションした老人の科ってどこだったか。熱が高いね。もう一度飲んでみよう。用意して。あ、それからリバンドルガーゼ。三沢さんからハガキが来たよ、うん、お幸せそうですか。うん、雪の箱根がとても綺麗だって書いた。お嬢さんね、負けず嫌いね。あの人は自分で幸福を切り開いていける人だよ。油汗を流しながらね。手術だ、手伝ってくれ。そんな進行してるんですか。うん、しかし堕胎手術をするってことは。堕胎じゃない、胎児の心臓はもう止まってるんだ。おばちゃん、どこが悪いの？僕もこの車に乗りたいな。坊や、追い出しちゃダメよ。坊や、こらこら、坊主。先生、奥さん、ご主人がいらっしゃらなくても手術なさいますか。私も中田のところへは帰らないつもりで出てまいったんです。しかし先生、中田は何か先生に大変ご迷惑をおかけしてるんじゃございません。どういう。戦争中のことで何か先生の言いがかりで作り話だなんて申してたんですが、私近頃中田の言う逆を逆をと信ずるようになってるもんですから。バカな夫婦ですわ。教授、急いだ方がいいと思うんだ。はい。Thank you.
もう済んだんですよ、すっかり。子供は？やっぱり。見せていただけませんか、一度。いけません。でも、私。奥さん、僕はご覧にならない方がいいと思います。人の家庭を破壊するんだ。そのおかげで俺の家庭はめちゃめちゃだぞ。しゃべくだらねえこと喋りやがから。僕は。おい、世の中はな、おめえの考えてるようなそんなもんじゃねえんだ。おめえみたいな金物には人間の苦労なんかわからないってんだ。それがわからないのは君だよ。何や。君はね、君がそうやって酔っ払った間に君の奥さんがどんな苦しい目にあったか知ってるのか。何？貴様、俺の女房が手術するとか言って騒いだそうだな。カツラゴネジなんて承知しねえぞ。おい、タシコはどこにいるんだ。僕はそんな状態で君を奥さんに会わせることはできない。ほっとけ。俺の女房に俺があるんだ。君の奥さんには今絶対安静が必要なんだ。だから僕は医者として。貴様、なぜそれ俺に絡み合うんだ。絡んでるのは君じゃないか。何？俺の子供に難癖つけがあったのは誰だ。指の傷から俺の病気が移ったなんて抜かしたのはどこの出て。てめえこっそりいいことしてきやがって。医者らしい作り話だぜ。あんたなのね、先生に病気を移したの。なんでそのつら。医者の医者なら看護婦の看護婦だ。なぜだし、お前のおかげで先生がどんな苦しみをなめてるのか知らないのか。先生だけじゃないや、奥さんだってそうだ、お前の子供だってそうだ。お前の子供がどんな生まれ方をしたか見てみればいい。やめろ、やめろ。嘘だと思ったら信じて言ってみよう。こんな奴がどんな子供が生まれたか見せてやるがいいんだ。先生、その人。えらいもの見せてしまった。いや、時間の問題だったんだよ。スピロヘーターが脳髄まで食い潰しているんだな。Thank you.
中田。中田。子供が生まれてくるような気がして。あのね、峰岸さん。え？本当のこと教えて。私も結局中田のようなことになるんじゃないのかしら。そんなバカな。どんな悪質なスピードヒーターだって怖がることなんかないんですよ。冷静に計画的に辛抱強く治療さえすればね。例えば先生のように。本当？じゃあまだ希望持っていいのね。当たり前ですよ。奥さんなんてまだ子供ないんだし、本当に何もかもこれからですよ。こぶつきの私でさえこれからだって思ってるのに。人間ってうつむいて歩いたらダメですよ。ちゃんと胸を張って上を向いてなんて。みんな先生の受け売りだけど。あなた先生お好きなのね。新しい看護師さんですな。ええ、峰岸がビシビシやるので並行してるらしい。今井さんにやられた通りにやったんですな。おいしいおいしい。坊主、お前のおっかさんも一人前になったぞ。うん。よいしょ。そりゃそうと、うちの所長がこの若先生を称して何て言ってるかご存知ですか。医者の中には時としてああいう聖者がいるもんだって。聖者というと聖ですか。そうです。さあそれはどうかな。あいつはね、ただ自分より不幸な人間のそばで希望を取り戻そうとしているだけですよ。幸せだったら案外俗物になっていたかもしれません。頼むぜ先生。俺じゃ子供が4人もあるんだ。先生、俺はまた仕事やれるようになるかな。先生。